い、皆様おはようございます。昨日つけた、出荷の肝ですね、お分かりになりますでしょうか。下にね、結構お水が出ております。これ一晩寝かせました。そしてこちらですね、イカゲソと、頭ですね、これもなんとなくね、ちょっと水が出ていい感じになっております。お水がね溜まっております。必ず冷蔵庫で保管するときはですね、ザルの下にバットまたは、ボールをね入れておかないと大変なことになりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、いよいよ塩辛作りですね、始めていきたいと思います。はい、まずイカの耳ですね。イカの耳を、できるだけ細く、太くてもいいんですが、できるだけ細い方がね、口当たりも良いかと思われます。はい、こんな感じで切っていきます。いかがでしょうか。はい、これはつながってますね。はい、つながったところはね必ず切ってください。はい、こんな感じでガツンガツンねやっていきたいと思います。そしてですね、こちらですね、ゲソの方はですね、わかりますでしょうか。こう包丁ですね、こんな感じでスライドさせていくような感じでね、ギザギザギザと動かすような感じで、これもね薄く切っていかれれば幸いかと思われます。はい、こんな感じですね。このそいでいくみたいな感じでございます。そいでいく、これはね吸盤昨日取りましたのでね、いい感じで包丁も滑ります。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じでございます。はい、そしてですね、この根元の方ですね、できるだけこう削いでいくような感じで、根元の方はですね、細切りですね。はい、頭と同じような感じで、細く切っていってくださいませ。多少太くてもね家で食べるんでしたら構わないと思います。はい、こんな感じですね。はい、これちなみにね塩を昨日 5% 振ったんですが、塩ついたままやっておりますのでね、そんな感じでお願いいたします。はい、ゲソですね。はい、こんな感じで、斜めにですね、はい、斜めに削いでいく。はい、こんな感じで、どんどんね、刻んでいきたいと思います。はい、イカゲソと耳が全部刻み終わりました。ちょっとこれでかいですね、失礼しました。必ず大きいのがある場合はですね、どんどんこう削いでって切っちゃってくださいませ。はい、こんな感じですね。結構ね細かく、刻みました。そうしましたらですね、これを、容器に移してまいります。はい、こういう四角いバットですね、プラスチックのタッパーですね、ああいうのでも結構でございます。はい、入れますと。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたらこちらですね、ここからが超秘密でございます。今回4本ね、やったんですが、半分をこれとこれにしましょうか。半分を、この中ですね、この中に入れていきます。入れ方はですね、先っちょの方をちょこんと切って、ここですね、ここを持って歯磨き粉を出すような感じでこうですね。はい、綺麗ないい肝が出ました。これはですね、ここを切って入れても構いませんが、とりあえず捨ててしまいます。はい、こちらも押し出すような感じ、こうですね。はい、こう。はい、こんな感じで抜け殻みたいな感じでございます。はい、こんな感じになりました。そしてですね、ここからが超秘密でございます。こちらですね、半分を焼いて入れていきます。これがもう本当に教えたくなかったんですが、しょうがありません。今回は特別に、お教えいたします。はい、フライパンに、火を入れて加熱しております。ここへですね、先ほどのこちらですね、じゃーん、はい、イカ肝をですね焼いてまいります。ま
いします。結構ね、あの、すごい油がですね、入ってですね、そしたら、フライパンにはですね、油引かないようにしてください。変な雑味が出てしまいます。はい、こんな感じですね。はい、キノを焼いてて、焼いてて、焼いてて、キノ、キノ、焼いてて、焼いてて、焼いてて、焼き焼き、焼いてて、焼いてて、焼いてて。それですね、ここは残りますので、これは取ってしまって結構です。まあ、食べたい人はね、食べてください。これも決してね、まずいもんでもありません。そして、食べれますのでね、食べるときはこれよく焼いてからね、食べてくださいませ。はい、いかがでしょうか。こんな感じで、昨日ですね、昨日は焼けてまいりました。そしてこれ注意していただきたいのがですね、これ強火でやってしまうと結構焦げちゃうんですね。ですから弱火で焼いてください。そして目安はですね、この肝油がね、結構出てくるんですね。簡易っていうんでしょうか。これが、ですね、出始めたらもう OK でございます。あとはですね、冷まして、先ほどの塩辛の中に一緒に入れてしまいます。はい、ですね、こちらは、イカのみじん切りですね。みじん切りっていうか、まあ、スライス、スライスと、イカ肝ですね。これ両方とも一晩塩漬けしてあります。そしてですね、今炒めて冷ましたこちらですね、お分かりになりますでしょうか。イカの、内臓、イカの肝の半分をね、炒めました。これ非常にね、油が出ております。あとはですね、これ絶対冷ましてからですね、冷ましてからこんなに投入してください。こんな感じです。いやもうこれね、ほんとこれだけは教えたくなかったんですけどね。まあ皆さん結構見ていただいてるみたいなんで、特別にねこれを見た方に、お教えしようという運びになりました。こんな感じですね。はい、分かりますでしょうか。ですね、これが焼いたイカ肝ですね。こちらが、塩漬けの生のイカの肝でございます。そしてここにですね、お塩ですね。はい、ですね、塩漬け、イカのゲソと耳と肝を塩漬けして 5% ぐらいね、塩を入れたと思いますが、さらに、これ 5% ですね。この総重量の 5% 足してください。まあ、全部で10% ぐらいのね、塩分濃度になるかと思われます。そしてですね、まあ、減塩がいいよっていう方はですね、もうそのままこれ混ぜ混ぜして、寝かせば OK だと思いますが、日持ちがしませんのでね、もしここで塩を入れない場合にですね、冷蔵庫で、寝かして早めにですね、食べていただくことをお願いいたします。はい、そしてですね、隠し味ですね、こちらです。こちらはですね、イカと肝の総重量の2% ぐらいのみりんと 1% の醤油でございます。これをですね、はい、こんなにガンと入れます。はい、そうしましたらですね、あとはよく混ぜ混ぜ混ぜですね。はい、混ぜ混ぜ混ぜ、はい、こんな感じになりました。あとはですね、これをラップをしてですね、まあ冷蔵庫ですね、冷蔵庫に入れて1週間ぐらい、経ちましたら出来上がると思われます。その時の注意なんですが、まあ、もちろんこの入れ物ですね、入れ物はですね、必ずアルコールよく洗ってアルコール消毒とかね、もしくは焼酎を含ましたティッシュかなんかで綺麗に拭いてからお使いください。雑菌が増えないように、していただきたいと思います。そしてもう一つの注意はですね、これ冷蔵庫に入れて保管するわけでございますが、必ずですね1日、まあ1回ないし2回ですね、朝晩2回、本当はですね朝昼晩3回ぐらい綺麗なねお箸などでかき混ぜていただけることをお勧めいたします。そしてですね、注意点としましてはそんぐらいですね。まあ、何しろ混ぜ混ぜを1日1、2回かないし3回繰り返してですね、1週間経ったら出来上がります。そして途中でですね、多分2、3日かそこらでですね、たまにこのあぶくがね発酵しますので、あぶくがブクブクブクとか出てまいると思いますが、
まあ、それ腐ってるわけではないのでね、気にしないでそのままこう混ぜてください。だんだんあの細かいね泡が出てくるようになると思われます。それではですね、1週間、混ぜ混ぜしてくださいませ。本日も、無駄なしまかない道場最後までご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、これだけは教えたくないイカの塩辛の作り方ですね、これを、動画にまとめてみました。それでは失礼いたします。皆さんどうぞやってみてください。失礼します。